皆さんこんにちは、森ゆりでーす。じゃあ思います。ご飯食べてる。はい、ということで今日はなぜ私はこの玄関で撮ってるかというと、こちらを部じゃない、いつも届くんですよ。もうなんかなんかもう朝コンコンコンってすると、あなた出てってお前のだろって。私寝ぼけてるのさ、朝でコンコンコンってチャイムないからね。でコンコンコンっつって、あなた出てっていつも言って出させるんですけど、いつも来るんです。これがこれなんで何かって、ネットで UFO キャッチャーができるやつがあってね。えすごいにらで今日ね、それこそ今日のよ、これ私全然記憶ないの。これさっき来たんだよ、記憶ないじゃなくて。えさっき届いた。違う違う、だからこれやった記憶はないのよ。もうそれこそ記憶ないの。いつもは寝ぼけてこんなのだから、多分こうやってやって記憶はあるの。それをこうやってやって、あ取れたみたいな記憶はあるのなんだけど、これに関しては何か本当に分かんなくて。そしたらね、聞いて、むしろなんか壊れてんじゃねえかみたいな音しかしない。音フェチをしたかったんだけど、レビューの方がねえ先かなと思って。目じゃない早くやりなさいよ。これだって壊れてない。ほらなんだよ、頼んでないんだってば。ほらで、壊れてるこれを開けたいと思います。マジで開けてないんだこれ。今伝票だけ取ったんだけどさ、見てみます。え、何が入ってるんか、え、何ほんとわかんない。え、何ん、え、これ何、ほんとにわかんないんだよね。え、でもうまい棒はね、届くはずだったの。なんかそれを覚えてんだよね。ただ、これな、あー、そういうことね。イカテーン。はぁ、あ、パパ、パパ、つまみにどうすか。買ってきたからな、今日。そうなんです。ワインのつまみにします。そういうことか、この音。じゃああれだな。イカテンオンリー、そうです。しかも取ったのはあれですね、当たりに入れば景品ゲット。あれですね、あれですね、あの当たりに入って、あのたこ焼きのやつにピンポン玉が入る幻の奇跡のあのタックのやつですね。入っちゃったんだね、穴にね、こうシュッて入ったんだ、きっときっとってか入ったからここにあるんだけれどもね。これいいんじゃない、ちょっと音フェチでもこれ取り直すわ。私これ良くない？うん、おー、高まる。うおー。ということで、イカ天が届きました。え、これマジでびっくりしたのとさ、こうさ、ほら、何か分かんかったもんね、これね。これすら本当分かんない。いつも、なんかでっかいのが届くのよ、とりあえず。ね。いつもでかすぎて困る。こんなでっかいのが届いて中からビヨーンってでっかいねぬいぐるみが出てきたりとかね、そういう時もあるんだけど。一人暮らし用の部屋なんで。うるさいんだよ。それで違うんだよ。そういうのがあったんです。だから今日は何なんだろうと思ったら、つまみと思ったのよ、きっと。あなたが頑張ってるから毎日。よく言うよお前、帰りいつも遅いから交流がないとか言うくせに。お前どっちなんだよ本当に。てるよ、夜の交流がないんです。もっと聞こえてるよ。夜の交流がないんです。うるさいよ。夜の交流がないんですよ。そうなん、ね、見なくていいから早く。皆さん夜の交流を夜の交流してってコメントしてください。それを見て俺どうすればいいの。でもラブログを撮ってって言われてる。だからラブログ撮りたいのに、この人いつもこんな変な格好してるから。ん、変な格好、ジャージかパンイチだからなかなか撮れないんです。すいませんね、撮れないんです。なのでちょっと私は私でこれをね、明日の動画で音フェチを上げたいと思います。これいいよ、めっちゃ。マヨネーズ付きでさらにコクうま。おー
すげえ高まる。でっかいマヨネーズ入ってるね。ねえほら見て、でかくね。キューピーって書いてある。キューピー、ね、キューピー。3分クッキング、もう5分過ぎちゃった。5分過ぎちゃった。ということで今日はイカ天が届きました。はい、手だけです。以上、バイバイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。イカ天。